公共曲第46番の蝶々傍冒険 I-46 はヨーゼフ・ハイドンの公共曲1772年作曲。ロ蝶々という異常な調整や特に最終楽章の斬新な構成から作曲者の実験精神が伺える。シュトゥルムウンとドラングキの作品。公共曲第45番、46番、47番の3曲はいずれも 実質原稿から1772年の作曲であることがわかっている。特に45番と46番は共に、A 音記号の多い調整を使用している点や、最終楽章が中断して異なる音楽が出現する点など、共通性が高い。ただし45番と違ってこの曲には、何の逸話も残っておらず、どうして、このような特殊な曲を書いたのかはわからない。 ハイドンは45番と46番を演奏するためにホルンの替え下を特注しており、ハイドン自身による1772年10月22日、付けのホルン製造会社宛ての支払い書きが残されている。4、4拍子。冒頭の動機のリズムは公共曲第44番補単調、悲しみと同一である。第2主題は同種単調へ転調し、盛り上がる。 展開部では、冒頭の動機と、第二主題の単調部分の動機が使用される。ロ単調、6、8拍子、ソナタ形式。弱音器をつけたバイオリンによるスタッカートを基調とした、シチリアーノ。主題は、第一バイオリンと低減の掛け合い。第二主題は、レガートの旋律により対比される。主部の後半の階段上のモチーフが第四楽章にて、再現される。 トリオは、ロタン調のコラールとなり、前半のリピートが省略され、一定のリズムが刻む。静かな雰囲気の中に強弱が鋭く対比される。2、二拍子、そなた形式。発想表示の通り、おどけたような主題が単一主題的に展開される。しばしば休止を挟み、効果を強めている。展開部では、A2 町長という臨時記号でのみ処理できる調整で、開始されるため、 バイオリンに低いファイシスが寄付されるが、これは G 線の解放源を指す。再現部の終わりは、国別の公共曲と同じ手法で、半収詞が用意され、戦術したメルエットの後半主題が再現される。再び半収詞の後、フィナーレの主題の断片が再現されるが、すぐ休止を挟み、ホルンと低減により、主音が補足され、終止のカデンツが準備される。 二小説の休止の後、展開部からのリピートが指示されている。公共局第46番の楽譜、国際学譜ライブラリープロジェクト、ありがとうございます。